ゲーターを兼ね備えているそんなチームになっていきます。フェイドは特に細かな場所での情報取りというのがかなり長けたエージェントですから。さあホーンと打ちますが、回収目によってあらここはワインに入った可能性も考慮しながらのプレーになっていきます。こういった足止めを徹底しているのはゼーダです。初頭のゼロポイントで2人移りましたか。あ、3人移りました、 3人移りましたね。 B からのプッシュ、ゼータダブルピーク、ダブルカバー読んでる。ブラックピークが返していく、抑えた。綺麗なエイムで 2-1 トレード。スパイクも見えましたね。欲張らない。さあ攻め側はここから形を作る必要がありますが、守り側1人削れた中でどう配置を取っていくかですね。確かにもうトレードマークはなくなりましたので、先端の警戒は必要です。となると B 中にはそこまで入れません。アビリティの量がまだ残っているので、ゼータ結構リテイク考えてるかもしれないですね。前夫のゼロポイント、さらにはジョジョのホウントは上がりました。黒のホウントももうすでに上がっています。ただここで使ってしまうとただバレてしまうので、フラグメントが残っている。フラグラに対してはフラグメント、いや取りに行くために使った。下投げフラッシュからのエントリー、メテオが中に入っていく。シュガーゼロが耐えている中、ヘブンからは黒のカバーか、キャットではデップ、メテオ切り崩すが中にいるシュガーゼロ落とせない。あ、得意の差し回り、すでに天も中に入っている。位置を得点した。ラストベンクを取った。さあ素晴らしい配置を取っていきましたゼータ、お見事な守り。キャットではしっかりそれ以上の進行を許さず、A 中に入れ入れとデップが誘導する中でもうすでに3人が入っていました。そうですね、味方を寄らせる時間の稼ぎ方もそうですし、その後のそのシュガーゼロの耐え方も見事ですよね。飛び出すタイミングとかも含めるとコミュニケーション完璧なんです。の出待ちを心がけていたんですが、これ以上プッシュがないと判断してノーセプションはそのまま B 側狙いです。まあ、先ほど黒がプッシュしていたんですが、ラムボットにはしっかり反応できませんでした。だからこそ A に寄っていたゼータだったんですが、 B を開けての取り返しがスタートしていきます。あ、しっかりアビリティ合わせていきますね。さあ取り返しのアビリティ注目して見ていきましょう。黒はまだホウントがありません。その間に天強気の勝負で3対3まで持っていきます。ブラックイズこの勝負は勝った。お、逃げれない。苦しい位置、始まりを変える。ゼイフのカバーが入った。ワンオツナイトホール、しかし目返しダブルピークで見ていきます。いや、よく今ブラックイズ生き残りましたね。ナイトホールが来た瞬間スモーク返し成功でした。まあ、粘り方も良かったですし、ここでタイムアウトです。おで2人で隠れず、あえて2人でダブルピーク前出るっていうね、はい、自信持ってこう迎え撃ちましたよね。さあかなりこのプッシュに対してのケアができているようになっているノーセプション、はい、相手の出待ちを徹底しているように見えます。なんか常にこう前に出てこうどっかで勝負しようとい こう単独で動いている展開が結構ゼータディビジョン多かったんですけど、まあ、先ほどのデップを倒したのが結構決定的だったのかなと思いますね。そうですね、それともずっといなかったからこう少し詰めていたタイミングで全譜がおそらくハイミッドから勝負をしたっていう、もうちょっと想定外の、まあ、想定以上にこう詰め待ちをされているなっていう印象があると思うので、かなりここで動きを変えていくことになるでしょう。まあ、ちょうど前夫がセンターから見ていて、ハイミッドからメテオが見てましたかね、うん、あ、メテオか、はい、あ、失礼しました、メテオですね。あとはデリアリが毎回この詰め待ちをしている分、この B 詰めが今後効かなそうな気がしますよね。そうですね、まあ、壊せてタレットのみ、はい、それ以上の進行は難しいでしょう。さあどんな答えを出すかゼータディビジョン楽しみですね。ただゼータのエコというのは過去の大会そして今回の大会でも光っています。これ出ますね。それでも出ていくゼータ。さあポイントがありました。まあ、正直フェイド KO を相手にサイト中で抑える方が僕は難しいと思いますからね、壊すものがねありますし、フラッシュが飛んできます。センターを取ります。フラウラ引っかからない。なんと手前にいる天のシェリフ、帰ることができるか。ショートストッパー上がっている。カバーのスモーク、下投げフラッシュ避けられない。
直撃ですね。クラクメントラズボンバルクランデブキャットに帰っていきます。ここの勝負メテオが待っていました。さあこうなるとさあ B の中にはクロウが控えています。ポイント壊したカバーのスモーク、バックサイドにシーズ、センターではメテオ、 B サイトではジョジョ、最後はメテオのラークが刺さりました。完璧な対応ですね。完璧ですね。あノーセプションらしい綺麗なこの取り方、うん、エリアの広げ方ができました。クレジット的にもかなり温存ができました。はい、ミッドのここの手に倒されたことに関して言うとブラックビズとしては想定外でしたけど、そこに対しても前夫がフラッシュも使いながらこう確実に取りにいっているところが大きいですよね。だこうなってくると注目は次のラウンドオペレーターを出してくると思うんですけど、そこで守る形がどうなっていくか。遊びたいのか相手に。さあ来た、出しました、ね、ラウラ高めのタレット手前にいらず壊してもらった。ただ今の向きで多分バレたんじゃないですかね。フラッシュ避けられない。まあ太田さんもおっしゃったようにこうブラックウィズのコズミックディバイドに合わせて一斉にこう全員が動いていくっていうこの統率の取れている動き見事ですね。アングルを変えました。あーゼータの狙いはやっぱりこう一貫してますね、うん、やはりこのラズを主軸にしてワンピックを狙いたい。フラフラクチャーとも変わっていないでしょう。いやまた点の位置も面白いな。ただメテオがまさかのメテオの位置すごいところで置いてますね。さあ出待ちはかなりできていますし A 側の進行もできています。消しましたね。むしろ打たれたことによって差が警戒してますね。警戒するようになりましたね。問題はこれセンター進行をゼータが許した瞬間 B メインを取りに来る可能性がありますからね。ちょっとセンターの守り方変えましたね。手前で守れないのでカウンター、レードマーク反応があったら下投げフラッシュ完璧な守り。メインにさらに0ポイントを打って進行がないのが分かりました。その間にシュガーゼロは A を守る。かなりバラバラの攻めになったノーセプション。ジョジョここで攻めていく。ジョジョがここで倒しながらホウントに移った。さらにシーズを飛ばしていく。ただこれはあくまでフェイク B 側への進行を狙っていく。いや、あれちょっと迷ってるか。残り20秒。なるほど、間に合わないでしょうか。残しながら A メインダッシュで入っていく。そのままおジョジョあるのか。反応した、見えた。ヘブンからの射線もある。中には2人がいるのが分かってる。シュガーゼロ倒してる。メインを勝負した。シュガーゼロ残り2発で倒し切った。カバーに入ったテンペ。ゼータの守りは固いです。あそこであのショートのジョジョの動きを無視してメイン側のケアに回りますか。恐ろしいですね。ここのセットはまずは完璧でした。そうですね、ようやく対策ができたという形でしょうか。ジョジョのこのプレーというのは驚かされました。この位置本来であれば一番苦しい位置なんですが、一番苦しいですね。かなり早い連の取り合い、まだ譲らない。一度ここはゼータに軍配が上がります。ノーセプション譲りましたね一旦。その代わりミッドですよね。ゼータとしても B メイン前まで取れませんからね。フラッシュ、おー持ってった。ワンピックランデブ、デリアリーが B メインを抑え切って、いや面白いのが面白い動きですね。これだけミッド B アクションを起こしておきながら A ショートもあるんですか。見て面白いですね。しかしシュガーゼロも面白いか。そうなんですよね。マークがある。隠すのか。まあ音は聞こえてますからね。回収しよう。ただこの位置にいるだけで十分か。スターないんで回収しましたね。もうこうなると B は固めに守り A はリテイクと。これあと30秒、残り30秒。いや時間いっぱい使いますね。映ったメテオ、デップとの勝負はどうだ。外した、おデップ
さあ A 進行、この音は聞こえている。いやこれ任せろ、設置次第では。センターデップダブルキル、またデップ、裏設置、警戒してる、警戒してる、設置は間に合う。あそこ問題はデリアリだ、で警戒したのか。ワンキル取ればアルティベットが上がる、打つ余裕があるかどうか。デリアリが刺さる、取ればチャンスあるでしょうね。セットアップの取り返し、うん、カバ早い、リストレードデリアリか、時間は間に合った、間に合いますね。いやよく取り返しましたね、あの最後すら反応しました。センター勝負、ラズは帰ります。デップこのラウンドでは出る、しかしジョジョメテオのキルによって4対3、正解は分かれた。ロックダウン、これはコズミックディバイド、クローはどうする、センターを取ったラズ、シーズで足止め、あだいぶ遅延できましたね。これでそうすることによってラズが間に合った、左線が間に合ってる、しかもスローフィールドが止まった。この勝負をラズ、苦しかったあの状況を覆した、クローのシーズ一つで止まりました。メテオ手前まで、しかも待ち構え方がこれは汚いラズだ。これを待っていた。半身見えました。まずはアビリティを使わせるという動きです。ノーセプションの配置は本当面白いですね。ノーセプションはかなり面白いですね。センター勝負、そこから下投げフラッシュでブランデブー返りでダブルピーク、そうですね、2段構えの、ここまで考えられてますね、はい、構成になっています。で唯一 A だけは初動で、まあ、明け渡したっていうところもありますが、これノーセプションの支柱にはまりそうですね。B メインはナノスワム2個構えてタレットは深め、そしてマーケットからのカバーがどう入るかですが、そこにはおそらくスモークであったりホーントであったり何かしらアビリティが入るでしょう。セットアップが始まりますが、ここまずはタレットが邪魔をします。ナノスワム2個足止め、さらにアビリティが放ってない状況を作り出しました。ゼロポイント、ホーントは返している。デリアリー何も見えない、テンガファーストブラッド、マーケットからのカバー、吸い込みと合わせてブラックイズ倒せない、今こせた。3対2、体力が削れています。いや失礼しました、4対2です。最後の1人で手前にいたラズを落とし、ジョジョワンオンスリー、ただまだこれでもワンオンスリー、まあ迎え撃ちたいでしょうね。固い配置、下投げフラッシュ、ジャンプピーク見えました。ホウント1人取った、おお、それでもカバーに入った点。後半のファーストラウンドはゼータディビジョンが取得します。さあ今のセットアップの返しもありましたが、はい、きっかけとなったのはどこの部分でしょうか。まず最初はこの、まあ、面白い配置をしていたノーセプションではあったんですけど、ノーセプションがミッド側の情報をあまり取り切れていなかったところが最後ありましたよね。B 側のエントリーが最初あったことに対してミッド側の警戒をしていたため、はい、どうしてもそのサイト中が少しこう浮いた状態になってしまったので、ゼータとしては純粋にそこだけをまず開けていくっていう攻め方をしましたからね。確かにでも過去の大会を振り返るとゼータであれば挟むだろうと、うん、そういう考えはノーセプションもあったのかもしれません。メテオキルチャンスを狙っていきます。まあいいトライと言えるでしょう。はい、オーバービーク、お頭1個、ここは無理はしないと。シャッター、
センターのシャッターですね。そうですね、ミッドの情報も取れていないので。あーノーセプションもただエコラウンドながらしっかり食らいついてますね。いい配置ですね。寄れてますね。寄れてますね。設置が苦労ができればまた近いラウンドで今度はナイトフォールが放てると。まだダメだ、テレポート可能だ。一旦はエリアを取らせない出待ちの構えです。オペレーター、オフアングル、おお、ここも勝てた。危なかったですけどね今ね。ラズにとってはかなり珍しい外し方にはなりました。さあ天、そのまま進行してくるのはキャット。フラウラーで手前は確認、ショーストッパーを放っていった。ヌルコマンドがあるので返しのアビリティを放せない。逃げない。メインを取っていったブラックイズ。あ、ブラックイズさえる。そしてナイトボールのカバー、ブラックイズ3キル目は取れず、ネテオのカバーが入り、ワンオンスリーの状況テップ、キャットからのカバーに入った全フが抑えて9対8。ブラックイズが中で耐えました。まあ、ゼータも当初のプランが崩れたというか、まあ、ラズが倒された時点でこうちょっとこう攻め方を大胆に変えていったという動きだったんですけど、そういったラッシュへの対処というのはノーセプションさすがですね。先ほどのフラクチャーでもこういった守りのうまさというのは見えました。クレジットがカツカツなノーセプション、このラウンドは何が何でも取りたいでしょう。まずは移りました B 側です。ノーセプションからすると全負の0ポイントで B メインにラズがいるのが分かりました。オペレーターランデブー、これ A 側どうしますかね。ジャンプピークでなんかアビリティを隠そうとしてますね。まあ、問題はブームボットが先ほど流れてきているので、それは必ず壊さなきゃいけないのがデリアリーです。そうですね。あとは今回多分策的でアビリティを多く使うんではなくて、どちらかというとこうセットアップで取りに行こうとしてるんじゃないですかね。ペイントダウン、ブラストパック準備ができた。ワインには隠れている。ノーセプション、どうする。デリアリーは倒された。問題はワイン、ワイン隠れていた。ダブルキル、ブラックイズ、いや抜き返している。点生存してる。4対3生き残っただけでも。ただもう一つ課題がある、ナイトフォールとヌルコマンド。この課題をどうクリアするのか。そうですね、先ほどはデップ倒せたからいいものの、間違いなく使ってくるラウンドになるでしょう。エリアを広げていくゼータ。あー、面白い作戦になりそうですねこれ。フラッシュが、当たってなかったですね。ファーストブラッド角度を変えていました。やや浅めのフラッシュだったでしょうか、うん、メテオ面白い入ってれば当たってましたが、メテオメテオの位置すれ違った。あ、音は聞こえた。出前だ、持ち替えた。いや、かなり警戒してる。ただこれでセンターはノーセプションが掌握します。情報はノーセプション多いですね。コズミックディバイドエントリーができません。ただナイトフォールヌルコマンドであれば解決ができるでしょうか。ここメテオを潰しに行けるのか。あ、ちょっと聞かれてるか。いいブラガー、これで現在地がバレたとなるとブラガーが動ける。中間ゼロ正面ではエントリーが始まっている。ショートップは見えた、仕留めた。となると全フはゾーン5入る。全フまだある、まだある。アビリティ打てない。全フ雨抜き勝負では苦労だ。バイクを設置、苦しいですね。さあブラックイズ、ワンオフォーキープが賢明でしょうか。オペレーターが鍵を握る。ダッパれた、これ引かないと。削りにかかるゼータ。いや、狙いに来てますね。次苦しい、メテオにつなぎたいですねこのオペ。さあどうなるか。ジャンピック当てた。いい時間はどこまであるか。逃げていく。いや、もう逃げれないぞ。さあどうなる。当てる、削りに行く、当てる。しかし落とした。それでも倒しきった。
こうなるとオペレーターを次出せるかどうか。おそらく出せないでしょう。クレジットは出せませんね。はい、出せませんね。いや、そうですね、やはりこのフラッシュちょっと奥だったら出せなかった。しかし大田さんもね、驚いてましたけど、このプラウラーとの合わせ方ですよね。うん、マップ全体を見て丁寧ですよね。丁寧ですね。B メインの進行をまずは出待ち。落ち着きがあるラズ。またハンターで行く。見えた、ランデブを使わせた。おお、ラズを打ち抜いた。状況変えた。しかしこの点ワンタップ。ただそれでも倒されたのはね、武器を買っていないメテオですから。ブームボットを流しセンター展開。さあ、キャットのフェイク、デップがゼロポイント、フラグメント、デップ一人で解決できるのか。フラッシュ入れた、一人で楽成功だ。いや、しかもこれで本命は B なのか。デリアリー見えた、この勝負は点ラスト1オン4。またしても2ラウンド連続ブラックイズが残された。